県内の小学5年生と中学2年生を対象にした県の学力定着状況調査が今日実施されました。今年は県内ほとんどの小中学校およそ370校で行われ、合わせておよそ1万9000人が参加しました。小学校では国語、算数、理科の3教科、中学校では国語、数学、理科に加えて社会、英語の5教科で試験が行われました。結果は7月ごろにまとまり、すべての教科の平均偏差値が2年連続で50を超えた学校名と取り組みなどが公表される予定となっています。